な感じでジョンガリ a さんではい、はい、こんにちは。ジョンガリと申します。先日格闘ゲーム数値化について質問させていただき、有意義なご意見ありがとうございました。えっと、今日はスパッと以前、藤村さんが格ゲーは脳の目張りの奪い合いとおっしゃっており、とても納得感がありました。皆様はどうやったらメモリ自体を拡張できると思いますか？また、不要な思考を削除して使えるメモリを増やすためには。 どうしたらいいと思いますか、うん、っていう質問です。俺ね、それ、最近思ったのが、うん、イレブンっていうキャラを使うじゃないですか。うん。もうね、<laughs> 脳のメモリの奪われ方すごいんですよ。そうだろうね。あそうだろうね。見てないといけないし、ね、寄られた時に押すボタンもどれだっけみたいになるから、うん。そうだよね。そうだよね。だからその、なんか変な話、いちいち言語化して戦わなきゃいけないみたいな感じでね。そうっすね。とんでもないロスだよね。 それは原化しなくて済むのが反復だもんね。あと、準備メモリーみたいのも思ったよりあるんだなと思いました。それも、イレブンやってて、キャラクターが本当にギリギリで分かるんですよ。最近、イレブン企画でやって、本当にギリギリなんで、だからその準備が整わないよね、そうそう、覚悟そう、なるほど。位置入れ替えるんですよ、俺、ボンとかボンとか、立って座っててあるんですけど、でもう始まるんですよ。もう真っ白なんですよ。 <laughs> だから思ったより、うん、多分戦う前に、こうだ、こうだ、こうだって思って戦ってるんだなっていう。なるほど、イメージを固めておく準備は、実は俺たちはしてるんだってことだね。1ラウンド目できつさやばかったですもん、なんか。あ,<ー>あな何しようみたいなって。なるほど。あそれはあるかもしれないな。11使ったことないから分かんないけど。そうですね、そういうのもなんか結構面白いなと思うした、えー。ランクマだと、2先だと2試合目の勝率の上がりからすごいっす。1試合目で決ちゃうんですよ。なるほど、なるほど、慣れてきてみたいな。うん ただ、なんかその思い出しておくとか、うん、だからやっぱ対戦前にメモを見るとか、うん、そういうので、だメモ作りをちゃんとしとくとか、あ<ー>対戦はこういうところに気をつけましょうとか、うんうん、そういうのを見るのは多分、たぶん、いい、いいメモリの掃除になるんじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。藤原、奪い合いってってるんですけど、どうですか、が奪い合いっていうのは。まあ、奪い合いっていうのは、そのの時にパッと出てきた表現だろうけど、まあ、奪い合い。うん ま、ま、今でも別に間違ってないんじゃないただ、俺ね、でもその感覚になったのって俺、ステライブからなんだよな。あの、要は多分、言いたいことって、これ見てるとこれ返せませんよね、みたいな話、な気がするんだけど、うん、ストップって別にそんなんなかった気するんのね。うん、いや、その、なんか、ま、受けが強すぎたからってのあるかもしれないけど、うん、もう完全にシミュレーションゲーム感覚っすか なんかアクション要素がやっぱり低かったなと思うね。あの、まあ、受けが強いからかもしんない。例えば、ストップってさ、その、じゃあ、ソニック見てから竜巻やろうって頑張ってるところに、飛びが来ても別に勝利出んのよ。普通に。うん。それは別に当時だからとかじゃなくて、今でも多分それは、あの、できると思うのね。で、まあ、確かにその時に、じゃあ外の中和式ってどうしとかってなるときついけど、うん、そもそもあんまり大事じゃなかった。 そういう、はい、なんつうんだろう。だから、あの、攻めが弱かったってことなのかもしれないね、うん。確かに。あの、できるといいけど、できなくても別に、ね、そう対戦になるな。そう、そうそう、全然対戦になるよね、っていうので。で、だからもしかすると、ギル、でもギルティーもそういうゲームには思えなかったんだよな。わからんけども、俺ギルティー語るほどのやり込みはなしてないけど。サードも別にそんな感じのゲームだと思えないし。だからストライブからだなって思うんだけどね。 そんなことない結構、そういう意識でいたとね、俺でも本当にすげーちゃんとやったなって言えるゲームってね、実はストフォーの後期からだから、トリガー2だよね。ウルコン2か。2> ストフォーってでも別に、まあ時の体育苦手としてたけど、はい、体育が普通に出る人にとって、なんか、意識を裂かれることってなくなかった。 なくないっていうか、削く必要なくなかった別に。めちゃくちゃ治療に集中してていいゲームじゃなかったあれ。一応、キャラと組み合わせはありましたね。あの、桜戦とか、ェーロンやると、あの、ジャンプ大会負けんすよ。あ<ー>あ、そっかそっか速く出さないといけなくて。なるほど、なるほど。ああ、そっか。ね、あれは。すっごい疲れました。なるほど。組み合わせによってはあるか。うん。うーん。なるほど。ああ、うん、そうだよね。そうだね。俳句はまあ何も考えなくても多分出るじゃないですか。 うん、例えばなんか梅さんが竜使ってた時に、うん、フェイロンのセービングを竜巻で割りながら、うん、なんかほ他の対応するみたいなのってあれかなりしんどそうに見えたんですよえっと背辺に竜巻と対空ぐらいだったら別にできるじゃんでもそれ,以降それ以外見る必要ないじゃんああそうなんすねななんんかかあるだっていやなんかその 前詰められたらどうしようとか。いや、そんな別に適当になんかうっときじゃチラシとか <laughs> <laughs>。そういう感じだったんですね <laughs>。その地上戦、だってフェーロン相手に地上戦なんてできないと思ってるから、そもそもね。竜同キャラとかだと地上に意識もっとは咲く,くけど、ではその足払い空ぶっちゃいけないとかっていうのがあるから、はいはい、フェーロンは空ぶろうが、空ぶらせようが何にもできないから、どうせ。意識咲く意味ないなぁと思ってた。結局、飛びと、レッグと、 セビでしょ大事なのっていう感覚だったけどね。うん、だからそういう意味では、もしかすると、ここを捨てていいよなっていうのは、なんかこう、多かったのかもね。ストフォが、うん、まだ攻めが弱いっていう話なの、うん、気がする。テップもしにくいですからね。コパンダイパンとか食らっちゃったりするんじゃないですか。テップに対して。小技からめちゃくちゃ痛かったのがじゃないですかああ、そうだね。うん。なんだ一番食らっちゃいけないのがコパンで。 一番打ってくるのはコパンぐらいだったんで。あれちょっとバランスおかしかったね。うん、殺意、殺意、ショーパンからとんでもない減りしたら4割ぐらいで。そうですね <laughs> <laughs> サフサ。サンプルのサン、サンプルのショーパンから。<laughs> <laughs> バカバカ、バカバカしくてもなんかこのキャラに攻めるのやめようってなるよ、ね。うん、<laughs> グラつぶしする価値ねえこのキャラ。5になってやっぱそこら辺、まあ多分メーカーが意図し,してると思うんだけども。そうですよね。それはなんか、うん、意図感じますわ、このゲーム。だから面白いなって、 思う。こんな格闘ゲーム、こんな感じの格闘ゲームあるんだと思って。俺、あんまりこういう格闘ゲームやってこなかったから。なんか、バーチャー、まあ、結構近いんですけど、それって。うん、けバーチャーより、あの、リソースだからその、の、を奪うっていうのはスト5の方が多いなと思う。あ<ー>。バーチャーはなんかその、択を散らして、どう攻めるかみたいな感じなんですよ。ただ、そもそも、うん、あの、見えないみたいな感じなんですよ。 けどスト5って、1個1個の技を対処するのはそんなに難しくない、だけど、うん、複数くると対処しにくいっていうゲームじゃないですか。そうだねうねん、それは、うん、結構珍しいかもしれないですね。確かに。PC 版で結構また変わってきてるっていうのが、うん。いや、だからその対応の幅が広対応の幅っていうか、対応できるものが増えたからね。うん うんまあ、その程度も、まあ、みんな上がるし。なんか、だから、キャラランクが微妙に変化するっていう、面白いなっていう。あ,あ、まあ、かなり変わりましたよね。うん。楽しくなったから、いいけど。バランスいいしなあ今回もなあ大会も。まあそ、ぼちぼち大会も、ね、増えてきそうな。うん確かに。まあ、だんだ十10日後はね、うん、まあ、そもそも大会ですか。 これ勝てたら気楽だけどなぁ。まあ、でもそんなも、うん。勝てないのが当たり前だからな。逆にこれを勝てないと、次の予選ね、結構後なんですよ。<laughs> そうだよねー。何だっけ ?10 月とかだよね ?TGS とかじゃない多分。あー、なるほどね。TGS か。あ、TGS やるんだ。なんかまあ、あ多分オンラインでしょうけど。あー、うん。TGS の時期っぽいなる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。